新道慎太郎、新道慎太郎7月1日から1971年1月11日は、日本の実業家、漁業家、政治家、衆議院議員。福岡県福岡区で海鮮問屋、震度を基地の長男として生まれる。福岡県立福岡中学校を卒業後、現用者に所属。中国大陸で活動し、 日本の対ロシア帝国政策に着目してロシア語を習得。日露戦争開戦後、通訳として従軍した。その後、カムチャツカ半島沿岸などの北洋漁業デザインを築いた。1926年6月、広漁業の取締役に就任。その他、広漁業副社長、東洋生産取締役、函館水産販売取締役、函館生物戦具取締役、 カラフト共同漁業取締役、台湾食産工業取締役、北千島水産社長、函館低温倉庫社長、北千島タラ良業社長、北海道ゴム社長、北日本漁業社長、東都冷蔵社長、函館公開漁業取締役、輸出ダラ協会理事長、中央水産業界副会長、西部ガス顧問などを務めた。また、 1925年から1928年まで外務省食卓として日蘇漁業条約改定に尽力した。1942年4月の第21回衆議院議員総選挙で翼3政治体制協議会の推薦を受け北海道第3区から出馬して当選。また北海道水産業会長として戦時下の水産統制を担った。戦後は公職追放となり、 その後は帰郷して静かに余生を過ごした。ありがとうございます。